今日は男臭さと機能性では史上最高であろうフリースをご紹介したいと思います。どうも、太郎です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、エクワックスジェネレーション3レベル3のフリースをご紹介したいと思います。最近ですね、街中でもだいぶ見かけるようになったエクワックスのフリースなんですけども、今年ですね、ようやく縁に恵まれて手に入れることができました。実際着てみるとですね、これはすごいフリースだなというところがたくさんありまして、個人的にはですね、雰囲気の男臭さと機能性に関しましては、おそらく史上最高のフリースではないのかなということでですね、ぜひ紹介したいなと思いまして、今回動画を回しています。今日の動画を見ていただければ、エクワックスのフリースが欲しいなという方ですとか、気になっている方、何か参考になる動画となると思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。それでは早速アイテムの方を見ていきたいと思うんですけども、まず商品名なんですけども、 US Army エクワックスジェン3レベル3のフリースジャケットになります。エクワックス、耳にすること多いと思うんですけども、こちらのですね、エクワックスを知らないとこのアイテムを理解しづらいと思いますので、簡単にですねご紹介をしたいと思うんですけども、まずですね、エクワックスというのはエクステンデッドコールドウェザークロージングシステムの略語になりまして、頭文字の ECWCS を取った略語となっています。これをですね、日本語略にすると拡張式寒冷地被覆式システムという意味になります。これはですね、簡単に言うとレベル1からレベル7まで分類された寒冷地の気候や気温に合わせて重ね着で対応できるように開発されたシステムとなります。こちらはですね、1980年代から始まる第1世代から第2世代、第3世代とありまして、年代ごとにシステムの内容が違っています。僕が購入したのは第3世代のものとなりまして、こちらはですね、2008年から切り替わった世代のものとなります。で、今日はですね、第1世代と第2世代に関しましては、すごく細かく分類されるので、こちらの第3世代を中心にお送りしていきたいと思います。そしてこのフリースが入っている第3世代なんですけども、ジェネレーション3、略してジェン3と言うんですけども、こちらはですね、レベル1からレベル7まで分類された上半身7着、下半身5着用意されていまして、寒冷地のその日の気温に合わせて重ね着することで対応するシステムとなっています。そしてこちらのエクワックスは重ね着する順番でレベルという名前が付けられていまして、まずですね、レベル1は肌着になります。レベル2は厚手のアンダーシャツとなります。で、レベル3はこちらのフリースジャケットになります。レベル4はウィンドジャケット。防風素材のジャケットになります。レベル5はですね、撥水生地のジャケットとなります。レベル6は防水透湿生地のジャケットとなります。まあ、今で言うとイメージはマウンテンパーカーのような、ジャケットではないかと思います。レベル3は中綿入りのジャケットと分類されています。僕はですね、こちらのフリースとこちらレベル7の中綿ジャケットも手に入れることができました。もうね、これ最高の暖かいジャケットになります。で、こちらのレベル7のジャケットの方もご紹介したいなと思ってるんですけども、2つ紹介すると少しですね、長い時間になってしまうので、今回はですね、レベル3のフリースの方をご紹介して、次回ですね、こちらのレベル7のジャケットをご紹介していきたいと思います。はい、そしてサイズの方は僕が購入したのは S レギュラーというサイズになっています。で、カラーの方なんですけども、ホリッチグリーンとコヨーテという2種類の色がありまして、僕が購入したのはホリッチグリーンとなります。で、素材はですね、ポーラテック社のサーマルプロという超ハイテクフリース素材となっていまして、極寒の状況で最も高い機能性を発揮するポーラテック社の中でも暖かさの比率がナンバーワンの素材となっています。めちゃめちゃふわふわなんですよね。ちょっと触ったらすぐわかるぐらいのふんわり感と軽さ、そしてしなやかさになっていますね。そしてボディのフリース素材の他にですね、両サイドの脇にリブ素材が使われていまして、こちらもですね、ポーラテック社の素材となるんですけども、パワーグリッドというストレッチ素材が使われています。
こちらも超高機能の素材となっていまして、吸湿発散性能、通気性に優れている素材となっています。こちらはですね、汗をかいても素早く乾燥させて、汗による冷え込みをですね、防ぐものとなっています。すごく特徴的なデザインとなっていまして、またこのデザインがですね、めっちゃかっこいいんですよね。こちらの両胸にはですね、階級章とネームが貼り付けられるベルクロが貼り付けられています。襟元とこちらの肩ですね、そしてこちらの袖口ですね、の方にはナイロンの切り替えが貼ってあります。デザインとしてナイロンが貼られているのではなくて、機能としてナイロンが貼られているんですけども、先ほど言いましたように、こちらは重ね着のシステムとなっていまして、このフリースの上にジャケットを重ねた時にですね、袖同士の摩擦を少なくすることを考えられていて、どんな状況においても上着を脱ぎやすく、そして着やすくなるように、こちらのナイロンがついています。結果的には素材の切り替えが特徴的なかっこいいデザインとなりましたよね。両サイドにはハンドウォーマーポケットがついています。そしてこちらのサイドの方なんですけども、こちらは先ほどのポーラテック社のパワーグリッドというリブ素材に切り替わっています。すごくストレッチ性があって柔らかいです。そして特徴的なのがこちらの内側ですね。ここに大きなですね、メッシュの内ポケットがついていますね。大きなポケットとなっています。左右両方ですね、こう大きなメッシュポケットがついていまして、なんか iPad ぐらいは入るんではないかなと思います。こちらですね、着用したらどんな感じになるか見てみたいと思います。はい、着用してみました。僕は身長169センチの体重が60キロ手前ぐらいになりまして、今 S レギュラーというサイズを着てこんな感じになっています。ご覧の通りですね、全体的に少しゆとりのあるデザインとなっていまして、袖周りもですね、少し大きめにゆとりを持って動きやすく作られていますので、全く動きをですね、阻害することなく動かしやすくなっています。あとですね、すごくね、軽いんですよね。個人的になんですけども、羽織った瞬間にですね、保温を感じることができるぐらい保温力が高いのは感じることができました。このぐらいの保温力があればですね、日本では真冬の1月2月は無理だとしても、それ以外の季節はこれメインのアウターとしても十分に使えるような気がします。この襟の立ち方すごいかっこいいでしょ。で、襟立ってるんですけども、フリースなんで腰がないので、ちょっとヨレヨレっとしたこの感じがですね、男心をくすぐるデザインかなと思っています。締めてみますね。はい、こんな感じで上まで上げるとですね、結構襟が立つ感じになりまして、ここの首に当たる部分もですね、すごくソフトで、軽さとか硬さとか全く感じなくですね、すごく保温力が高くて安心感があります。立った状態でもですね、結構いいデザインかなと思いますね。で、寝かせてもですね、結構襟として存在感があってかっこいいかなと思います。はい、ではですね、試しにレベル7のジャケットをこの上に羽織ってみたいと思います。羽織ってみました。今こう袖を通した時にですね、このナイロンがですね、すごく摩擦が少なくて袖通しがすごくしやすかったのを感じます。これに限らずなんですけども、ミリタリーのアイテムはどのアイテムも機能を考えたアイテムが非常に多くてですね、このフリースに関しましては脱ぎ着のしやすさですね、すごく考えられたデザインとなってるんですけども、機能優先で考えられたものが結果的にデザインのかっこよさになるっていうのもミリタリーアイテムの魅力の一つかなと思います。いいですよね。僕もですね、結構そういうのすごい大好きです。それではですね、こちらを使ったコーディネートをいくつか作ってみましたので、ぜひご覧になってみてください。行ってみましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。僕が購入したこちらはですね、デッドストックで手に入れることができたんですけども、僕が買った古着屋さんですと9800円だったかな、はい、1万円以内だったと思うんですけども、購入することができました。僕が購入したのは2010年製なので、まだ玉数も多いのかなと思うんですけども、最近トレンドもあるのかな、レベル3ですとか、先ほどの中綿のレベル7ですね、非常にですね人気が高まってきてますので、どんどんですねデッドストック、新品はですね玉数が少なくなってきて、少しずつですね値段の方も上がってきてしまうのかなと思いますので、本当にこれ機能的でかっこいいフリースとなりますので、気になっている方いましたらぜひ探してみるのはいかがでしょうか。はい、そして今回はですねこちらのレベル3のフリースの紹介となったんですけども、次回はですね先ほどお見せしたレベル7、こちらをですねご紹介したいと思います。はい、というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。もしいいと感じた方はグッドボタンと、チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。